さあ、連日続くガチマッチ。今回はアサリやっていきましょう。さて、最近なんか負けてやられて悔しくなるとテンションも下がるし、なんだか殺伐とした雰囲気になってしまっていることが多々あるので、今回から負けが続いてもうどうしようもなくなったら、他のほがらかな、もう勝敗とか全然関係のないね、緩やかなゲームを遊ぶようなことを意識してやっていきたいかなという思いを抱えつつやっていきましょう。はい、ジェットスイーパーさん、逃げなさい。逃げ惑っていない。ちょっと待ちください。さて、今日は箱フグが最近多い気がする。お、味方が割ってくれているならば続くしかないじゃないか。はいはい、よろしく。オッケー、一応全部投げ切ったぞ。もうジェスミいつの間にか帰ってきた。やられてたのかジャンプで帰ったのかは分かりませんが、なかなかちょうどいいところにいたようですね。しかしガチアサリじゃないからといって近づかれているかどうかというのが一瞬分からなかったことでしょう。まずいぞ、気をつけて。はい、あ、待って、超危険。うえー、ボムさん、あなた角からひょこっと出てきても、コナン君、君はコナン君じゃないか。くぅ、コナン君、さすがの名推理でしたね。やつはここに現れるに違いないという読みが冴えているということか。さて、どう、でもコナン君必殲使いだったのがちょっとあれだな。いや、でもどの武器使っててもなんか意外な気がするな。あ、でもマニーバーとか使いそうじゃない、スパッとスライドしてキック力増強手術的なね扱いでいくかもしれない。あ、お待ち。アサリが結構攻めな展開でいくと、それだけでどうにかなることが、まあそれだけでどうにかなるもんではないけど、それが意外と有効に機能する場面もあったりしますよね。ここはいつの間にか抜けられたりとかすると困りますが、おお、というかこの北斎がすごい綺麗に倒してくれているのがありがたい。はい、ありがとう。はい、まだ行くよ、今回は生き残るよ。はーい、はい、どうも、はーい、オッケー、はい、どうぞ、みんな続いていいよ。オッケー、なんか今回すごくかっこいいんじゃない。あ、まだいた。しかしここ見てていいの、よくないでしょ。はい、あ、あー、え、なんかいた。あ、ビビるけど一応、なんとかなったというのが素晴らしいね。もらっていくよ。あ、やめて、あ、いつもの、あ、え、いつものじゃない。そう、いつも通りの俺ではない。常に、厳しい化していたのに。すごいな、もう。ジェスイさんのあの、食い棒を直撃した瞬間、あってなったけど。そうか、食い棒枠がジェスイだったということをちょっと失念していた。なんかどうしてもこの食い棒を使う武器のイメージが、例えばスプラッシューターとかね、そういう固定視的なイメージが強すぎるせいで、やられた瞬間に、おスプラッシューターがいるのかってちょっと錯覚してしまうことがあるんですよね。そうすると、その後の対処を結構ミスってしまうことがある。ちょっとお待ちを。はい、少々お待ちを。僕アサリ投げるので、よろしく。はい、あー前後左右からの、強烈な挟み撃ちによって一瞬で肉体がサンドイッチされてしまった。イカちゃんの体インクでできてるけど、肉体と言っていいのか、インク体と言っていいのか。お、うまいこと言った。全然うまくない。お待ち、ちょっと待って、やられてる、ここでやられてる、気をつけて。割られてしまう。というかスパヒューだけかと思ったらもう一人いたんだよな。つか、もうこのパターン多すぎ。しかしちょっと甘えた動きですね。確かに俺だけはもうとんでもなく破壊することに成功しているかもしれませんが、敵は全然続いていない。しかも俺がやられたところでアサリをばらまくわけでもなし、全然困らない。はい、どうぞ。さあ、こっちからは相手回り込めないので、この辺を回るのはいいでしょう。この裏いる？さすがにない。ほいとといとといと、食い棒やめて、食い棒やめて。なぜプレッサーこっち見るし、
ビビるわ。俺しかいない。なるほど、俺しかいないということは狙われてもおかしくないということか。はい、お待ち。はい、お待ち。こっち見てていいの？よくないでしょ、そのよくない気持ちよ。一人一人大切にしていきたいという気持ち。待って、お待ち。はい、ちょっと終わった。待ってくれ、人誰もいなかったんですけど。なんかやだなこれ。待てよ、最後のおかしくないか。俺が戻った時誰もいなかったんですけど、どういうことだろう。全員やられてしまっていたってこと？うわー、幸先、幸先よ。なんなんですか本当に。最後の最後でこの負け方多すぎよ本当に。さて、アサリはおせおせだったら勝てるとか言っていたのは何だったのか。結局守りができないと負けるみたいなパターン多いな本当に。てか、あんだけ差つけておいてあんな簡単に負けるかいと、ちょっと驚愕なんですが、もう本当に勝たせてもらう気ないな。勝たせてもらう気がない。それはお前の意識の問題だ。勝たせる気がない。そんな風に受け取られがちよ。ローラーが、おお、ローラーさすがに勇み足だったようです。お、3落ち。ダイナモは敵陣側。ならば今のうちに、このホットスポットを塗っておきましょう。そうすることによって、はいどうも。はいどうもこんにちは。ダイナモさんを後ろに下げて、ローラーが、ローラーがいるわけだな。オッケー、おっ、ガガガガガガ、バーバッチ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 。ああ、いいよ、みんな頑張ってるよ、輝いてるよ。ありがとう、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 ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。やったぜ、まだ行くよ、まだ行くよ。オッケー、グレートだぜ。まさかあんなにところに3人もいるなんて思わなかったぜ。おお、今日一のテンションアップ。なんでこっち狙ってるの？いいんですか、アサリがまだまだ来ているよ。お待ち、ちょっと待って、俺は8個だけ、8個だけ用意しておくから。なぜかというと、ここで10個取ってしまうと敵のヘイトはガンガン集めて死亡してしまうからだ。死亡するリスクが高まる。保険に加入してないんだまだ。待ち、お前の言う保険っていうのはもしかしてあれなのかな。イカスフィアのことですかって。ちょっとたまるの遅いし、ヒッセン来るの早いし、ちょっとこれはひどくない？押され方が尋常じゃない。もうなんかもうゴリ押しされてる感じがあってすごく嫌なんですが。ああ、必戦が固まってる。お待ちくだされや、本当に。とりあえず、自陣のは潰れてくれたかな。なんかいたし。リスキル狙うのはあんま良くないと思うんだけどな、こっち系。決まるとは言えば決まるんですが、アサリだとどうかなっていう。ああ、でも味方が飛ぶという可能性を考えれば、ありなのかもしれない。でも味方も、敵陣目の前に飛ぶ勇気はないもんな。だから隠れるにしたらもう少し角っこの方が有効だとは思うんだが。おっと、ちょだから攻め込み方が尋常じゃないんですわ。これはダイナモですね。なんだこれ、相打ち取れたのがギリギリ奇跡にしたってな。俺そんな目立つ動きしてるか。スフィア使ってるもんな。もう尋常じゃないぐらい来るんですわ。じゃあ取ります、取りますが、必戦でやられる。お、やられない、いいよ。3落ち、行くしかない、我々が行くしかある前に。おっと、センサーいいよ、こっちに来てもいいよ。俺がひたすらつけて、つけるだけで。はいどうも、はいどうも、はい、あ、はいどうも。あ、いいんですか？無駄です。はい。はい。はい。いらっしゃいませ。あー、お布団。上からお布団ばっしゃりが。決まってしまった？てか、味方のガチアサリが投げ込まれている。これはよろしいよ。お！おー！かっこいい。ちょっと待って、あと1個。あと1個。あー。あー、でもこれ、バリアが戻ると多分40ぐらいまでカウントいきますね。45?30 でした。え、意外と少ない。ということはガチアサリ2個でいけちゃう。なんと今ならたったガチャアサリ2個でいけてしまう。これはお買い得。ちょっと待って、アサリばらまくマシンにならないこと。塗って敵陣を荒らしつつ冷静な対処をしておけ。よし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 、ここ塗っておくよ。お、相手がいた、なるほど。もらいます、もらいます、いただきつつ、これいただき物ですから、スプリンクラーを投げつつ。いただき物はそこにあるな。
相手は入ってきてないようですね。お、いいね、塗りが安定してるよ、今のところ。今のところは8個。さて、ガチアサリ投げ込みたいですね。あ、やばいよ、お待ち、へい、お待ち、ふっ、うっばっぷね、目の前にダイナモ、恐ろしの森だよ、恐ろしの森のメルダだよ。逃げられちった。はい、ここめっちゃいるよ、めっちゃいるよ、囲まれてんな。ちょっと待って、2人しかいないのに2人に囲まれてたの、すごい状況じゃないそれ。すごいな本当に。俺のヘイトの集め方逆に天才的なんじゃないかって思うくらい。ねえ、2人しかいないのに2人ともこっち見るなんてそうそうないですよ。まあ他の相手が前に出ていて味方にやられていたからというのはありますが、はい、ここに置くとなんか敵の気配は感じるけれどどうにもできないという絶妙な位置でしょ。一戦、ちょっと待って、一戦を潰したい。あーやばい、雨のせいで。ちょっと待って、え、ちょっと待って、全滅。うー、だからこの延長入るのは多すぎなんだってば。はい、ちょっと待って、冷静になって、冷静になれ、冷静になれ、スフィアを止めて、スフィアを止めろ。オッケー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 、来いよ、おらー、オッケー、これで全滅？あっぶねえ、もう。また逆転されんのかと思った。2位残った時点で、ああ、これ逆転できるカウントになっちゃったなって思ってたからね。ほんとにもう最後の油断がでかすぎる。突っ込まれるの分かってるんだからどうにか対処しなくちゃダメでしょっていうのは、まあ俺もなんですか？うわ、カウントめっちゃ綺麗。11が3つ。美しいですね。さあ、エスプラ10を目指す身としてはあと1勝すればとりあえず割れても大丈夫ということを言っている場合ではない。ハコフグ倉庫が3回連続でやってきたよと。おかげで昨日も違うルールでハコフグ倉庫をやっていたので、ハコフグ倉庫祭りな感じがある。やっていきましょう。よいしょ、っとっと、ワンの頃は、ガチマッチはエスプラに上がった時点でやめてしまっていたから、なんでしょうね。なんというか、ガチマッチをものすごいやっていたという感じがしないんですよ。必戦に回り込まれた、スプラボムプラス、前にも逃げられないし、中間地点も無理と。完全な追い込まれ方をした。やはり気配を感じてからでは遅いということだな。遠くから相手がどの辺にいるのかを先んじて見る必要があるということだな。例えばここカーボンか、入ってくるか、おっと来ちゃった、雨を降らせてくるか、それはないか。とりあえずここ潰れて、まあ先手で割られましたが、ちょっと待ってね、持ってきます。はい、こんにちは、スフィアがあるのでもう満タイ。ちょっと待ってね、右から行く、いや右からは行かない、正面から行きます、左から行く、うっ、はいどうも、はいどうも、こんにちは、私突っ込ませていただきたいと思っております。うわー、当たらねえ。はい、届いた、ギリギリ届いた、オッケー、ナイスリード。ちょ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 、ババ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 バ、ヒーローシューター、なぜこんなところに。うん、ちょっと慣れてくれたけどあまり余裕ないな、このぐらいだと。どうでしょう、やっぱり一旦攻めると相手のガチアサリも出来上がりますし、準備が整ってしまうのでどんどんと攻守交代の流れが出来上がってしまうんですよね。その攻守交代の流れを感じさせないぐらい一方的にボコしてしまっていれば、もうボコボコにしてしまえば一方的な勝利も可能ではあると思いますが、ある程度はどうしても流れができてしまう。やばい、とりあえずここは下がらせて、うん、入っちゃったか。まあですよね、なんかこういう流れになるんですよね一旦。どうもで、ここで今度こっちの反撃だっていうタイミングで止められないと、止められないとというか入れないと負けるっていう、そういう流れになっちゃうわけですね。この辺さっきやられたところですが、潜伏はないと。
土地で味方が1個アサリを作ってくれているが、よっし、潰してアサリ持ってきましょう。ガチアサリ2つ。左もちょっと見ておきたいが、回り込んできた？まだ回り込んではない。ここはカーボンですね。ならばどうする？よろしく。こっちカーボン。え、うっそ！うわ、ハサミ打ちにされた。ちょっと、ハサミ打ちしてる間に、おー、でも味方入れてくれた。さあ、これで、ジェスイが入れてくれれば、オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いける？入れます。はーい。はい。ありがとう。オッケー。決まったぜ。あー、一個投げたかった。おー、これはいい、ハセ参じ方ができたんじゃない？ちょっと気をつけて。ジェスイは遠くから見ているので、ここからやられることはない。そう、全滅が一旦入ってしまうと、相手の、ね、その攻め気が増えてしまう。お、相手全滅したと、今がチャンスだって言って、実際にはそういうピンチでなくても、突っ込みたくなってしまう。その勢いが相手に、この、なんて言うんですか、結束感を与えてしまいかねない。けれど、数がちょっとでも残っていると、全滅ではない。今は攻め時だけれど、全滅ではないということで、人によってその結束感の感じ方が異なってくる。そういう状態を作り出すことによって、相手が一致団結して、ゴリ押ししてくるのを防ぐことができる。奥になりて、左から来る可能性あるよ、気をつけて。うわ、登ってきた。カーボンと普通のローラーか。うっぶー、ちょ、アリーレベルチェー。もしかして、だいぶ進んでます、あなた。あー、相打ちだ。ちょっと待って。待って、やられてるよ、ここ。気をつけて。やられたのタイミングって意外と重要かもしれないな。やられてすぐ出すのは確かに重要なんだけど。やられてから1秒くらい経過して復活する直前くらいに出すと、味方がそこに近づいているから、お、ここでやられたを出しておくと、ここに敵に潜伏している可能性あるぞっていう、そういう意味でのシグナルとして出すことも、状況によってはできるかもしれない。あとはこれだけ。よし、これを塞げば OK だな。いないな。敵陣の奥にもない。OK。よかった。とりあえず、アサリ持って飛べたのがすごく大きかったですね。リスポーンに持って帰ろうとすると割れちゃうけど、味方に飛ぶと消えないっていうこの仕様は、意外となんだか、そのじっくり観察して見ていないと自分では気づけないような仕様な気がしますね。なんか大体自陣にしか飛ばないみたいな動きを普段するんですが、そういうことをすると、ああ、アサリって飛ぶと割れちゃうんだなって結構思いがちですが、そんなことないんですね。はい、では一旦グリりましょう。ありがとうございました。